こんにちは、ようことだです。今日は JLPT の N1、リスニングコンプリ c o m p r e h e n 力。これを引き続きやっていきましょう。問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。You don't see the hint. of any kind この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。あなた方は話を聞いてそして自分の耳だけに頼ってこれからの問題に答えていきます。だから 話の前に質問はありませんだから質問を聞けば話の内容がどんなものかなとこういうふうに想像することもできますけれどもそれもありません。だから大体いいどういうことを言ってるのかなとこれをね話を聞いただけで分かるかなというのがねこのテストのの目的なんですね。この問題の目的なんですね。 だからまず話を聞いてください。そして、質問と選択肢を聞いて、質問と選択肢が流れてきますから、えー、それを聞いて、えー、そして1から4の選択肢の中から最も良いものを1つ選んでください。こういう問題ですね。はい。えー、ですからあー、あなた方はノートを取らないとダメですよ。 ね、えー、ノートを取らないと、トリックされます。簡単じゃないですからね。で簡単なのだったらあ、あの、ノート取らなくてもいいし、それから、えー、ピクチャーとかがあれば、ノート取らなくていいですけれども、やっぱりノートを取らないと、ここの問題はダメです。ということで、えー、先週は例をやりましたから、今週は1番から、 本格的に問題をやっていきましょう何度も言いますがメモを取らないと答えられませんいいですか「be lazy. ですメモを取ってください」じゃあいきますよ1番テレビでレポーターが話しています。 女のレポータータですね。はいこちらレポーターの山本です。今私が来ているこの地域には桜歌舞伎という伝統芸能があります。300年以上の歴史があり長く人々に親しまれてきたのですが実は この伝統芸能、後継者不足で、一度存続が危ぶまれたことがあるんです。その時、立ち上がったのが、なんと、この町の高校に通う高校生たちだったのです。伝統芸能をえ継承し、歴史を受け継いでいこうと、放課後、 練習を重ねています。伝統芸能の衰退が珍しくない中で、この高校生の奮闘ぶりに街でもこれが街の活性化につながらないか考え始めたようです。レポーターは主に 何について伝えていますか選択肢1番伝統芸能の魅力2番伝統芸能の継承3番地域の歴史 四番地域の活性化さあどうでしょううまくノートが取れましたかちょっと問題があったかもしれませんね、えー、難しい表現とか少し出てきましたからねじゃあもう一度 少し、もう少しナチュラルスピードで読んでみますよ。テレビでレポーターが話しています。レポーター。はい、こちらレポーターの山本です。今私が来ているこの地域には、桜歌舞伎という伝統芸能があります。300年以上の歴史があり、長く人々に親しまれてきたのですが、 実はこの伝統芸能、後継者不足で一度存続が危ぶまれたことがあったんです。あるんです。その時、立ち上がったのが、なんと、この町の高校に通う高校生たちだったのです。伝統芸能を継承し、歴史を受け継いでいこうと、放課後、練習を重ねています。 伝統芸能の衰退が珍しくない中でこの高校生の奮闘ぶりに街でもこれが街の活性化につながらないか考え始めたようです。レポーターは主に何について伝えていますか選択肢1番伝統芸能の 魅力2番「伝統芸能の継承」3番「地域の歴史」4番「地域の活性化」どうですか1回目より たくさんノートが取れましたかそれとももう準備ができている人はね、えー、ただ回答の確認できたかもわかりませんね。まあそれが、えー、理想の姿ですが、ねえー、そこまで言ってなくてもまだね、6ヶ月ありますから、しっかり頑張って復習して、もしも間違った答えをピックアップしてても、 腐らないいいいででねし、うん、しっかり、えー、勉強してくださいよいいですか、えー、今のその質問と選択肢なんですがね、えー「レポーターは主に何について伝え,ますえー、伝えていますか?」とこう聞かれて1、えー、つ2つ1番2番が伝統芸能ということについて話していますね。 3番と4番は地域の歴史とか、地域の活性化とか、えー、地域、ローカルーなこと。これに焦点を当ててますね。だからどうもこの伝統芸能について、えー、言っているのが、レポーターが言っているのが主なのか、ね、トッププライオリティなのか、それとも地域のことを話しているのかな。これを考えた方がいいみたいですね。 じゃあ、スクリプト、えー、スクリプトを見てみましょう。テレビでレポーターが話しています。ここはいいですね。レポーターがテレビで、えー、リポートをしてる。そういう番組なんですね。ニュースか何かかもわかりませんしね。えー、昼のお番組かもわかりませんしね。はい。ということで、テレビでレポーターが話している、そのレポーターによると、こういうことです。はい、こちらレポーターの山本です。 マイネーム e i 山本ね、レ m ー n t ン、r e p o r t i n ですね。今私が来ているこの地域には桜歌舞伎という伝統芸能があります。えー、私は今ね、ビジティング n g this local area。この地域には桜歌舞伎。皆さんも分かってるかも分かりませんが、歌舞伎というのがありますね。 歌舞伎音楽の世界では歌舞伎の歌これ「洋曲」と言いますが歌舞伎で歌われる洋曲これは日本文化の中で日本の音楽文化の中では一番トップに位置する非常に高尚な芸能です。ね、でその歌舞伎 えー、なんですが、この地域、特別にこの地域には、桜歌舞伎。もちろんこの桜はチェリーブロッサムですが、えー、このチェリーブロッサムにちなんで使え、えー、ちなんでつけた名前なんですね。そして、えー、この桜歌舞伎という伝統芸能があります。伝統芸能というのは、トラディショナル、えー、アートということですね。 だからもう10年とか20年とかそういうもんじゃないんですね。えー、何百年。その次のセンテンスに出てますが、300年以上の歴史がある。こういう長い長いね、伝統的な歌舞伎。これをローカルで、えー、こう継承している。そういう文化がこの地域にはあると。こう言ってるんです。で、300年以上の歴史があり、 長く人々に親しまれてきたのですが、こういうバックグラウンドがある。ね。300年以上も続いている。で、えー、人々はもちろんこれ好きだから続いているんですね。ででみんな、誰も好きじゃなかったらこう続きませんからね。だから非常に、えー、みんなからサポートを受けて、えー、300年続いてきたと。えー、だけども、実は、 この伝統芸の後継者不足で一度存続が危ぶまれたことがあるんですすなわち、えー、300年もこう綿々とね続いてきてるんだけどどうもね、えー、こう時代が下る、ね、時代が近代になってくるにつれて後継者サクセサーがないんですよ。不足ということはゼロじゃないですが 非常に、えー、少なくなってきている。ね、これに、こう、桜歌舞伎にね、えー、一生捧げよう、なんていうような人が、だんだんとなくなってきているっていうんですね。だから、一度、存続が危ぶまれたことがあるんです。存続が危ぶまれるっていうのは、ああ、もうこれは、イクスティングウィッシュしちゃうんじゃないかなと。自然消滅しちゃうんじゃないかなと。 そういうふうに考えられた時期も一度あったっていうんです。もう深刻にね、えー、この歌舞伎を誰が続けていくのって言ったら、うん、僕じゃないね。私じゃないね。もうちょっと私自分の仕事で忙しいから、そこまで時間がない。が、プロフェッショナルなものじゃないですから、ローカルですからね。 だからボランティアで一生懸命やろうっていう人がないとこう潰れてしまうわけですね。で、そこで立ち上がったのがここのローカルな高校生だと。で、この伝統芸能を継承して歴史を受け継いでいこうと放課後、アフタースクールに練習を重ねています。こうやってね、伝統芸能、伝統芸能、もう何回も出てきてますね。だからこれが大事なんですね。で、これを 高校生が継承していく。もう、ここで答えが分かったと思いますが、そこで、えー、一生懸命頑張ってくれる高校生を見ていて、町の人々が、おお、これではね、えー、これ、これからは、この高校生によって町が活性化する、えー、え、町がまた元気になるんじゃないか、っていうふうに考えてく、えー、るようになったと。非常に、えー、ローカルな、その、地域で、 ね、えー、ここの高校生たちがみんなに希望を与えていると、こういう話だったんですね。はい。だから、2番が正解ですよ。できなかった人は、もう一度、聞いてみてください。いいですかはい。じゃあ、えー、この続きは、また来週やりましょうね。さようなら。